福岡コロナ警報の発動に伴い福岡県民限定。観光キャンペーン秘密の旅が利用停止にな。大きな混乱が生じています。お電話ありがとう。ございます。かしこまりました。こちらキャン。留させていただきますので、相次ぐ電。ここは福岡市のホテルです。予約画面には取り。消しの文字がずらりと並んでいます。 その原は秘密の旅です。宿泊料金が一人一泊最大5000円割。惹かれる福岡県民限定の観光キャンペーン。上の温泉プールが人気のこのホテルも秘密。旅の第三弾の開始で通常の3倍ほど予約が入り。下がキャンペーンの利用が停止となりき。うせるの電話で混乱しています。 とホテル泊スタッフも対応に追われているというとこ。ですね。先々ちょっとどうなるかなと読めない。転がございます。こうした混乱はキャンペ、うの利用者側にも、クーポン購入者秘密の、クーポンを使って家族4人でお盆ホテルでか、す予定でした。非常にショックでしたね。県内。 住む男性は夏休みに合わせて6万円分の宿泊を購入しました。しかしこの夏宿泊券は使え、くなった上に払い戻しはできず、年内にし、しないとただの紙切れになってしまうと不、おぶつけています。クーポン購入者結局、家族、ちょに行けるというのはお盆の時とかじゃな。 厳しかったりしますから使わなきゃどう。用もないのでなんとか土日使おうかなと。岡県は秘密の旅第三弾の予算は国から出て。ため利用期限の延期はできないと説明して。で、宿泊券などは12月末までに使用するようこ。かけています。